足玉らだよ。このヘナリョフで1万のペソを取れば運役メール獲得という面白い局面。今日の占いカウントダウンハイパー。やめて、スペシウム出ちゃう。先生、いや、わしも目を疑ったがね、何度調べても100点なんだ。トメ君、今 CIA が調べておる。勉強苦手なやつがよく言う、理科とか社会に出たら必要ねえじゃんみたいなことを言ってください。お前とか社会に出たら必要ねえじゃん。ねえ、絶対誰にも言わない。うん、実は俺しーちゃんが好きなんだ。そんなしーちゃんと電話がつながっております。え、辛い、おっぱい、苦い、おっぱい、疑問、おっぱい。世間的にはバスだけど、先生個人としては大正解だったよ。大人になったら飲みに行こう。お、体罰ですか。僕の飛行機が一番早いんだい。ラスカルがそんなことするわけないだろ。2枚抜き行きますとか言い出した。もう1枚あるのか。政治家でして。ピタリ、ズブズズズズ。ユリア、今聞いててよ。指抜くときポッて音するから。ボ、へえ、タケシの誕生日のお友達が来てくれたの。何にもないけど、まあどうぞ。上がれ上がれ、乾杯。ところで諸君、誕生日のプレゼントは。それがそのこの女です。あなたが友人の結婚式のスピーチで言った全員を震撼させた一言とは。また呼んでください。すごい楽しい。手術室から聞こえてくる言葉がやばい。俺の前にもしもしだろうが。それで500万はどこに振り込めばいいんだ。僕なんかが勝てるわけないよと言いながら決勝まで勝ち残った。ハイエナって言ってない。トランプに負けたくせに。タコさんウインナーやなくてタコウインナーさんやから。本当に壊すぞ。腐ったバナナみたいですね。トキは墜落いたします。では聞いてください。翼をください。は、何を言ってやがる。キューピー3分間クッキングで一晩漬け込んだ肉が出てきた。亀田光輝に勝ったら1000万って聞いたんですけど。使用する部位が鋭いほど強力なものとなる。聖剣よりもキラ剣、キラ剣よりも一本剣、一本剣よりも握りっぺだ。初めてのお使い、母涙のシーン。お前本当に俺の子か。僕もそう思ってた。今先生呼びますから。手伝いたいという彼の気持ちだけ優しくもらっておく。警察をおちょくりながら逃げるボブ VS ボブに用はない警察。はっはぁ、ピピピ、事故ったナウト。政治家ビーム。うん、それぐらいのビームはヒラリーですぞ。この本はほんのご挨拶代わりです。おい、俺が昨日買った本はどこだ。うわぁ、こんだけ振れば怪獣の野郎がコーラを飲むときにシュワッチだぜ。潰してこい。とは言ったが、それくらいの強い気持ちでいけという意味で、実際相手選手のボールを潰すとは思わなかった。レベル100のスプーンにありがちなこと。世界を救う。オラ、野原しんのすけだぞ。監督が何の指示も出さずにキスして帰った。金、金、たまたま。レギュラーを外したら大声で作戦を叫び出した。俺の嫁が知らない男と浮気してるのを発見。腕下ろし手伝ってって言われて浮かれてたな私。まあまあ、どうしたの。ほらベコ。変だな、僕犬を怒らせるようなことしたかな。映画しか見たことなかったのね。しんいち君心配するな、みんなが逆走してるだけじゃ。ああそうだな、暇人は成功者になりやすい。やった、じゃあここにいる全員が成功者だ。挨拶が自分だけ地獄付き。計画通り、想定外まで続いております。谷生譲れない、松崎しげらない、武井壮じゃない、ローマだよ。逃げろ、これほんまにあかんやつや。精一杯頑張ったんだ、絶対受かってるはず。1303、1304、1305、1307。どうしてロベルトは一人で。ね、みんなどうしてロベルトは一人で。翼、クリスマスにみんな彼女いるとは限らないんだ。さて、いきなり負けないようにしなきゃな。お、BGM が吉本新喜劇に変わったぞ。なんとか言ってみろよ。あんまし俺らを舐めてとてめえんち全勝させんぞ。見ろよ、こんなダセペンダントなんかぶら下げてよ。叩き直してやろうか。よこせこれ。ここか、俺も人のこと言えたもんじゃないが、お前髪型特殊すぎるだろ。だからカツオの真剣などいらん。こっちだってあんなのごめんですよ。ポニョコウスケ、地球へ。おばあさんが川で洗濯していると、川上から犬が流れてきました。おばあさんは親切に、この先滝だよと教えてあげました。先輩どこに行きます。スキヤ。え、スキヤ、そんないきなりスキヤなんて。どうして。心の準備が。大丈夫、俺なんて毎日行ってる。毎日行ってるんですか。まあね、肉食だから最低。え、でもお持ち帰りとか便利だし。ほんと最低。その顔で大足して面白くしてください。復唱させていただきます。その顔でキャラメルバキアートですね。したれ、美術部。よし、この秘密基地から地上を見張り、赤を殺しめ正しい人を助けよう。しんちゃんの家から。もしもまた風呂に入ってたりしたら困るな。困るな。弱ってるカブトムシを見つけ、お前も僕と一緒で一人ぼっちなんだなと言った瞬間、飛び込んできたメスとせっせと交尾を始めた。お前の言う通り、アリたちも頑張って生きとるのかもな。と見せかけてドーン、頑張ってるとこドーン。これが現実じゃ。なんでわしの写真を仏壇に飾っておる。なんでみんな泣いとるんじゃ。バカモン、わしはここにおるぞ。後ろは崖だぞ、気をつけな。か、堪忍してください。いい体してるじゃねえか。やめて。ずる。キャー、いい体が。やだ、頭浮いてきちゃった。おめえ大丈夫か。
ぶっ殺すぞ。ケーキなのに辛口、遺体に触るな。まだ助かる可能性を否定してくる。ボール君、今日から精神鑑定が始まるんだ。あんな数字は間違いだ。体重計の故障だ。今日の予定、磯野と野球するだろ。その後磯野と野球、三食後は必ず磯野と野球するし、寝る前に磯野と野球して、しまった、こんなに予定入れたら磯野と野球する時間がないじゃないか。あ、ここで働かせてください。見習いニートとも悪く思うなよな。俺だけが店減らされるわけにはいかねえんだ。次はペコちゃんか。アンパンマンに絶対あってはいけないこと、通格。はい、ムスムス。有名なタイトル同士を合体させてめちゃくちゃにしてください。アルプスの少女カイジ、圧倒的ボリューム、そして美しい。使用中のトイレから何か聞こえた。願いを言え。本物呼べ。お墓にかけてはいけないもの、ザオリク。あれ、晩飯は昨日食べたでしょ。これを見てもまだ毛が入ってたっていうのか。ここまでやってもご主人様を引き止められないとは、会社というところはよほど楽しいのだろう。僕大人になりたくない。大人はずるくて汚い。いやよ、ずっと子育てなんて冗談じゃないわ。隣のカップルの部屋から、中はダメ、中はダメって叫び声が聞こえるんですが、何ですか。通院層第3弦転廃。手術は無事終わったが、疑問とこれが残った。は、まさかあなた、とんでもないことを考えてるんじゃ。事件が起きないなら起こすしかないだろう。のび太はきっと幸せになれるよ。余計な心配かけないで、のびのびと育ってね。しかしのび太を捨てるって発想はなかったよ。俺のサッカーの夢はもうとっくに叶っちまってるんだ、石崎くん。だけど翼頼むぜ。俺の夢はお前がサッカーで世界一になることだからよ。この大会での優勝、そしてワールドカップの日本の優勝、どでかい夢だけど必ずやってくれよな、翼。何言ってるんだ石崎くん。それは俺じゃなくて俺たち全員の力でやるんじゃないか。分かったから、もう蹴らないで。はあ、テレビもね、ラジオもね、言ってもしつこい NHK。 わーい。あれ、じゃあ今投げたのなんだ。すみません、その回のハワイアン教室のものです。もう少し静かにしてもらえますか。頑張れ、頑張れ少年。ライオン現実逃避シリーズ。平日の昼間からゴロ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 。ああ、サファリパークの客が全員塔だったらいいのにな。君は我々のことをチョコボール、親指メガネと呼んでるらしいが、本当かね。黙れ小僧、お前に参加救えるか。わからぬ、だが共に生きることはできる。ガオー。3月のライオン、4月は君の嘘。めーのバカ、もう知らない。思わず、お前誰だよって叫びたくなる言葉。いさな、中島野球やろうぜ。僕のおじいちゃんは僕を高い高いした時、血圧も高い高いしたみたいで、そのまま高い高いしました。また捨てる子、かわいそうに。誰か飼ってやれば。うちはダメだ、犬を飼ってるから。うちだって血統書付きの猫がいるもの。処分しといたわ。おい、俺が頼んだらハマキだ。これはハマチだろ。いや、カンパチですけど。カンパチなの。故郷のお袋さんが泣いてるぞ。うさぎ多いし和歌山昆布なつりし神奈川。警部、犯人はロンドン出身です。三塁にまだ子供がいるんです。モニターに AV 流せますが、いかがですか。優勝したチームから取ったぞ。翼の奥さん、見えるかい、これが俺たちのやり方だ。流す、戻す、ポケット使えや。マクドじゃなくてマックだろ。だってお前マックシェイク注文してるじゃないか。むしろスミラは僕たちだけに秘密を話してくれました。遠い遠い国にいる好きな人のことをツイッターで拡散してごめんね。飯はまだか。すまん、誰だっけ君。新しいデスノートの所有者が常に直球勝負。ジブリタイトルの一部をハゲに書いて面白くしてください。耳を澄ませ、ハゲ。あゆえを運転、焦らず急がず、うろたえず、笑顔を絶やさず、追い回す。まるごと食べたら、まるごと食べたら、まるごと食べたら、まるごと食べたら。お客様、そのボールレジ通してください。お客様、いろいろあって遅刻しました。わかめちゃんへ。後ろにいるよ、堀川。息子の顔がうまく思い出せない。さあ連結しよう。何か怖い話教えてよ。おばあさんが住んでたの、この家に。昨日まで。兄さん、このケーキとっても美味しいわよ。我慢、とんでもない悪夢だ。一緒にいた食パンマンが跡形もなくやられた。捜査君、たまには寄り道しない。寄り道、はっきりホテルって言えよ。礼には及びませんよ。次回はチョキだそうです。コナン、わしじゃよ。よかったら無事進級できることになったぞ。お父さんにお土産のもなかとても美味しかったと伝えておきなさい。テスト当日、左から。一夜漬けで無理をした。3日前から勉強したが少し不安。テストがあることすら知らなかった。俺の頭なんか食わずに、これであったけえ飯でも食ってこいよ。諦めたら相手チームには冷たい。姉さんも吸収されるといいよ。苦しくなんかないよ、むしろ心地いいくらいだよ。さあ姉さん。お客様の声。ゲームセンターのプリパラをおじさんが長時間使っていて困ります。なんとかしてください。当該店舗担当者からの回答。うちの店長です。うどんぱそっぽです。台車をご用意しました。ボリンボリンボリン、シャクシャクシャク、ごくん。課長に謝れ。家に居場所がなくても会社でお荷物でも直接本人に言うバカがいるか。ねえ課長。はい、いた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 。どうした。
結婚は嫌か？違うの、嬉しくて。後で話すって。そろそろ正直に言えよ。俺に惚れたんだろ。ガンデス、しばらく顔を変えないと顔も根性も腐ってくる。いいかい、これが火星だ。火星はごくわずかだから老化がある。近いよ。天皇陛下の前でとにかく明るい安村がネタを披露した時に陛下が言いそうなこと。安心しました。